仕上げにポン酢を。こんにちは、焼きそばけんちゃんです。今回はこちらおろし冷しゃぶ焼きそば、作っていきます。それではいきますよ。熱したフライパンに油をひいて麺を焼いていきます。はい、いい焼き色がつきました。裏面も焼いていきます。はい、裏面、裏返してお湯を、入れて、はい、ここでお皿の形に整えて焼いていきます。湯を切って冷ましておきます。はい、いい色の焼き目がつきました。これをお皿に入れて粗熱を取っておきます。はい、お皿に盛り付けて粗熱を取った麺に、はい、たっぷりの大根おろし、豚肉、冷しゃぶですね。そしてみじん切りの大葉、お好みでたっぷり。そしてごまを。仕上げにポン酢を。これでおろし冷しゃぶ焼きそば完成です。めちゃくちゃうまいです。これからの季節、夏場にはおすすめです。